ここでお客さんとこ行ったらもうダメなんで。ああ、なるほど。なんで今日別の現場用意してます。あ、そうなんですか。うん、誰も住んないとこなんで。それだったら全然お金もあのお客さんからいただくわけじゃないので。なるほど、なるほど。どういう瓦じゃなくなる感じですか。いや、瓦ですよ。あ、一緒なんですね。瓦はちょっともうめちゃくちゃなってるんで、それをもう整理して、うん、なるほど、なるほど。上の方に溜めて、あの瓦の下地のアスファルトルーフィングってやつを、あの貼ればお守り止まるんで。なるほど、わかりました。そういう作業を途中までやります。はい、わかりました。ズボン、これで大丈夫ですか。ズボンはね、あります。あ、ありますか、うん、OK です。じゃあ、借ります。じゃあ、これ自分で貼ってください。はい、あ、いいですよ、全然。これだけでいいですかね。あとはもう、あとは軍手とあれはあれですね。そう、あるそうです。 OK です。じゃあすいません。あれ、はい、こちらですか。はい、1200円ちょうどです。おはようございます。ね、タオルはいいかな。屋根の上上がるのか。はい、ありがとうございます。お腹いっぱいや。もう着替えちゃうか。ありがとうございます。よいしょ。こっちのちょっとシャツに着替えよ。タオルね、汗かくかな。よいしょ。いや、こういうバイトみたいな久しぶりするな。もともと結構やってたんだけどね、派遣とかやってたから。この配信やりながらできるのはありがたいね。よいしょ。わ、これ M か、ちっちゃいな。 L が良かったな。サイズが、サイズちっちゃいわ。ネックレスもしたら怒られそうだから。よいしょ。あ、入ってますね。あ、大丈夫です。はい。うん、あ、車入ってます、ね、あ、車の中ね。ここで着替えるの結構緩くないですか。大丈夫ですもう着替えちゃいました。あ、ちょっと入れちゃいます。作業着あっちで着替えれるんですか。あ、着替えれます。オッケーです。じゃあ仕事中で人格変わるかもしれないですね。そこは。あ、そう、厳しくなりそうですよね。ちょっともうすでにスイッチ入ってるんで。入ってますよね。昨日と違いますよね。いや、まあまあ昨日はオフだったんで。そうですよね。申し訳ないです。いやいやいや、まあ真面目にはやります。まあでもお客さんいないとこなんで。ああ、それだと、うん、よしよいしょ。お邪魔します。いい、はい。これズボンですね。オッケーです。じゃあ、あっちで。よいしょ。結構近いんですよ、現場は。ここから20分ぐらい。20分ぐらい。オッケーです。ちょっと。よいしょ。よろしくお願いします。お願いします。2、3時間ぐらいですかね、作業的には。うん、2、3時間ぐらいで。で、これ今日、商談2件入れてたの忘れてて。はいはい。なんで、ちょっと駅まで送っていくか。どこの駅まで送ってくる。7駅。あ、OK です。全然それで。それか、はい。お風呂入りたいんやったら。あ、お風呂は大丈夫ですよ。大丈夫です。はい。とりあえず、駅まで送ってもらえたら、なんとか。金沢まで。そうだね。9時が最終らしい。全然大丈夫ですよね。うん、金沢駅。6時ぐらい出れば大丈夫ですね。OK です。じゃあ、それで。あれの義援金みたいな、あの市役所とか送れますかね。そこまでで完結かなって自分的に思って。5000円やけんね。あ、5000円か、はい、それぐらいやけんね。あ、全然それプラス自分もなんか、あ、送るんや、あのやるんでポケットマネー。大丈夫じゃない。はい、なんかリスナーさんがなんかそういう場所を、あ、よかったよかった、なんか言ってくれたとかあるんで。あ、はい、あとなんか保険も入ってくれたらしくて。あ、そう、めっちゃいいね。一応リスナーさんやってくれてるんで保険も大丈夫です。あ、そうなの。
はい、一応ヘルメットも買ってきてるから了解です。新品なんですけど、ありがとうございます。すいません、用意してもらって。いいいいです。どうせ多分どっかで使うし、はい、靴も欲しかったらあげますし。あーでも匂ったけど重いっすよね。うん、重いっすね。剥がしてどう剥がすの？なんかハンマーかなんかでやる感じですか？割って。いや、もう割らずにセンスだけ。なるほど。体力はある方なんで。ん？体力はある方なんで、うん、多分大丈夫と思いますけど。雇う予定はないですか？まあありますね。あるんですね。ただ結局ほら震災が終わった後どうするよって話なんですよ。ああ。正社員抱えちゃうと。なるほど。うん。結構でもほとんどまだ復旧復興が進んでないって感じのところが多かったですね。うん。まだまだ。いや今回ちょっとね、田舎の方っていうのもあるし、結構その最初にこう犯罪者グループとか、うん、その詐欺グループがめっちゃ入ってくるのよ。それで他県業者ダメだみたいな感じの風潮になって、今回全部排除した結果あんまりもう工事が進まなくなってる感じ。地元業者は動いてるけど他県業者全然ない。半金、着工時に半金もらえますって言って、はい、で材料を入れてちょっとだけ作業してでいなくなるみたいな。終わらせないねみたいな。そう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 。それで警察動かないんですか？どうなんすかね、わかんないです。俺は直接見たわけじゃないんで。なるほど、そういうのが多いからって。そうです、そうです。騙す業者もいる。悪い業者もいるんすよ。なるほど、信用がないよね。もうほら明らかになんかずれてるでしょ。あ、本当だ。こういうのいっぱい見てきましたよ、さっきのとこでも。柱がもう宙浮いてるみたいな、片方どうやって立ってんだみたいな、ありましたね。これもブルーシートだらけです。これも2階建てが1階になってる。ぺっちゃんこだ。これ昨日行ったとこっすか？そうそうっす。また夜来たから。昼間だとね。そうっすね。あ、そうです。これ倒れちゃいますね。それ邪魔っすね。パソコンっすか？いや、あの見積もりとか。見積もりですか？見積もり書とか。領収書とか。地面が悪いから。そうそうそうめっちゃ揺れる。屋根がやばいな、どこも。ちょっとお客さん写真。はい、そう、現場向かってますね。まあ、今日は復興のお手伝いって感じなんで、まあバイト一日体験みたいな感じですね。まあもらったお金は寄付します。で自分のポケットマネーも寄付します。そんなたくさんは無理で、まあ、1万円ぐらい、ゆきちぐらいはギャラはなんか5000円って言ってたかな。だから1万5000寄付するかな。まあ面白くないかもですけど、皆さんよかったら見てコメントしてもらいたい。ちょっと作業枠になると思うんで、ちょっとでもね、なんか、うん、できることがこれぐらいしかないからね、俺はね。お金もたくさんあるわけじゃないか、そんなたくさんはね、うん、自分で生きていくね、精一杯だからね。うん、だから本当気持ちだけどね、
そんな何十万何百万とかプリコとかヒカキンみたいにはできない、うん、自分が破産しちゃうからありがとう、気持ちでいいね、ありがとう。まあコメントしてね、楽しんでもらえたら嬉しいな、うん、今一生懸命頑張る姿を、まあ、普段見ない姿なんでね。まあこれを機会にね、ちょっと汗かいて運動して、なかなか体を動かす機会ないしね、うん、まあ頑張ろうね。で運動しないから俺寝れないから、今日早く寝て明日町会議行けるように頑張って労働しよう、スピードアップして。町会議って何時からなんだろうな。そう、西成炊き出しもね、暑い中やったんだよね、焼きそば焼いてさ。しかもなんか配信しとんかしてないかようわからんで、映ってもない時もね、他人のツイキャスだったしね。なんか積んでるんかな。明日行くよ、明日明後日行くよ。そのために東京帰るからね、早めに。本当はもっと痛かったけどね、俺も神戸の震災経験したよ、子供の頃。あ、タップはね、確かにタップは嬉しいかも、ギフトだから。お待たせしました。いえいえ、どんな現場なのか。角度こんなんすよ。角度そんなんすか。もうこんなんすよ、いや、マジ落ちるんですよ。わ、めっちゃ狭い道、マジビビりますよ、マジで。まあ90度ぐらいの直角なんで。90度、あれっす。あ、これですか。どれだ、このブルーシートのとこっすか。そう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 、いい、ちょっとシート張ります。よいしょ。ズボン着替えないとな。もう着替えてんでいいっすよね。いいっす、いいっす。よいしょ。そうなんですね、カラーつかまらないのに。あ、そうなんですね男子もいるらしいっすけど。ああ、男子もほぼ女子校らしいっす。今日泊まったとこも小学生だったけど、小学校がもう壊れてて、中学校でなんか学校行ってましたね。へえ、その人も。下履いてるんだ。よいしょ。暑いですか。よいしょ。ここら辺トイレとかもあるんですかね。あんまない。大丈夫かな。結構トイレ近い人だから大丈夫かな。なんなら僕ノーパンなんでこの短パンの上で履くしかない。よいしょ。持ってきようか。よし。どのカーなのかな。この上上がる感じですか。上上がる感じ。なるほど。ここから、はい、こっちまでを、まあ、一旦半分ぐらい、はい、剥がして、剥がして上に、上に整理します。上に積むみたいな。そうそうそう。なるほど。なんかイメージ的に下にポイポイ落とすんかなと思ったけど、上に積むんすね。もう一回多分このカーサリーをするんです。
なるほど。ちょっと飯だけ食わせて。あ、全然ゆっくりしてください。あとこれ靴と。あ、靴と。あざす。トイレ一緒にいいですか。トイレね。どこら辺していいですか。この辺の端っこ。あー、わかりました。ちょっと皆さん待っといてください。よいしょ。ここら辺大丈夫。もうちょっと奥行った方がいいと思う。こういうのを取ろう。引っ掛けそうだからね。クラゲ、クラゲね、置いてなかったね。よいしょ。ちょっと腕はもうちょっと伸ばして、よいしょ。よいしょ。新品だからタグが。これどうやってかぶんだろう。苦しいな、これ伸ばせないかな、もうちょっと。やり方が、これをもうちょっと伸ばしたいね。似合う、これぐらいかな。写真撮っとこう。ちょっとバグぐらい、よいしょ。よいしょ。いや、よいしょ。ええ。どう写せばいいかな。作業風景写せるかな、ちゃんと。こう横向きでこうやるしかないね。上持ってくのは無理やな。暑いのよ。もう行き上がってる。ポケットないのか、これ。ポケットないんだよ。1時半か今。
ことないのか。河原を普通の家だね。結構でも高いね。あの2階じゃないけど1階でも高いね。結構高い。1階でも2階じゃなくてよかったな。でも1階でも結構か大変かも。足短いから裾が。無人バンはだから作業してる様子映してるから大丈夫。はい、やります。ここっすよね。作業しますね。軍手もね。一旦配信カップで。じゃあ一回切りますね。さ、またね、後でやります。やるタイミングでつなぎますね。はあ、一応山にして、熱い。まあ簡単な作業なんで。結構でも仕事モードになるとピリピリするね。昨日の感じとまた変わってくるから。別人見た。うわ怖い。これ怖いんだけど。なんか揺れるんだけど。これさ崩壊したら怖いよな。これ崩壊したら大怪我だぞこれ。ね、クッションになったらいいけどね。いい感じで、いい感じクッションになったらいいけど、めちゃくちゃ怖いよね。危ないよね。だからちょっとゆっくり。いやこれはまあ貴重な経験だけどね。本当に貴重な経験ではあるけど、なかなか。怖っ、めっちゃ。これさ崩れたりしないのかな。屋根ごとじゃガシャーンつってさ、マジ怖っ。めっちゃ揺れるんだけど大丈夫これ。怪我だけしないように。めっちゃ揺れるんだけど。すごいなんか柔らかいんだよね。しかも雨降ったじゃん。だからなんかちょっと柔らかいしね、屋根。崩れないか心配だな。体重が俺重いからね。なんか屋根柔らかいんだよな。事故りたくない。気をつける。一応配信はやっていいって許可もらったんで、やらないとただのバイトになるからね。
ね、YouTube でもやっぱりそういう映さないとって。これを見ていろいろ感じてもらえたらいいんですけどね。まずはこの瓦を山にして、でここに重ねたら滑り落ちないみたいなテクニックを、こっちは山じゃなくていい。なかなかこんな経験できないです。早く終わらせちゃおう。ちゃっちゃーと終わらすよ。作業的にそんなでもね、いっぱいはないから、あっという間に終わると思うよ。木の枝が怖いね。木の枝怖い。瓦怖いな。重い。めっちゃ重い瓦。よいしょ。暑いな。こんな高いとこ登る機会なかなかないから。新八丁が土方のバイトしたらこんな感じ。怪我だけしないように。よし、こういう感じだね。大変よ。屋根抜けないか心配。そう、コメントどんな風に書かれてるって聞かれてさ、結構ね、みんな偉いよって書いてるよって。普段結構迷惑系のイメージあるからさ、いいこともしないと、いいね、イメージだけでね。ヘズマリュウとかもね、今までイメージ悪かったけど、まあ、ちゃんとね、構成できるように頑張ってるからね。イメージだけでやっぱいいことしてても嫌だよね、そうやってなんか過去のこといつまでもさ。会ってみないと分かんないよね、実際ね、人がさ。でも今見てるリスナーさんはこうやってありがとう、過去は過去って言ってくれる人もいるけど、やっぱいつまでもそのイメージだけで人を判断する人っているからね、何にも知らない。ちゃんと見たら分かるんだけどね、ちゃんと見たら分かるんだけど、そういう誤解されちゃうよね。
怖っ。これ落ちたら大怪我。とりあえず屋根だけ抜けないでほしい。屋根だけ抜かないでほしい。屋根だけ抜けないで。結構重い。変わらん。一個一個重い。屋根の上だよ、これめっちゃ高いからね。怖いよこれは。怖い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 。どうやってでも。やってる方いっぱいいるんです。そう、斜めだから怖いしね、いつ崩れるか分かんないしね、こんなの。ちゃっちゃーと終わらせよう。怖っ怖っ怖っ、カラス怖っ。工事のバイト、工事っていうか石川の地震の復興のお手伝い。怖っ。この命綱がないから怖いけどね、自己責任になっちゃうね、これね。怪我しても。ゆっくり。一個一個。丁寧に。怪我すると逆に迷惑かけちゃう。あと痛いしね、同じし。今日はぐっすり寝れるぞ。これが人のためになると思ったらね。いや、こんなん毎日できんや。毎日はできない。こういう企画だからやるけどさ、企画だからやるけど毎日はできんな。怖い。あんまりね、下ら辺はやらんでいいって言われたから。下ら辺はやらんでいいって言われたからね。斜めだからバランスが。26ブカブカだな。26だね、僕は。ちょっといつもスニーカーデカめに履くから26だね。ちょっとブカブカだわ。6.5。
汗かくわ。こんなん久しぶりやるわ、バイト。まあバイトというか寄付するためにやるけどね、自分の利益じゃないから。自分の利益は全くないです。まあ唯一利益あるとしたら配信しながらこういう作業をやらせていただくことぐらいかな。ギフトオフでね、やらせていただきますけどね、ギフトは投げないでいいですからね。逆に今日は投げないでほしい。よいしょ。落ちたら結構な大怪我するんじゃない。骨折れる、骨折れるよ、これは骨折れますね。高いよ、ほら。怖っ。ああいうね、瓦礫とかね。いや、これ絶対さ、怪我する人もいるんだろうね、こういうのやってて。自分が怪我したらね、誰か助けたいって言って怪我したら嫌だよね。助けに来て自分が怪我しちゃうみたいな。社長はまたね、違うとこで作業する。ちょっとここのブルーシートはね、ちょっと雨だったからね、ちょっと怖い。ちょっとね、柔らかいんですよね、斜面。ひたすらこの作業か。今来た人何やってんだろうって感じだよね。石川の被災地の復興活動やってます。いやー、これは大変だよ、毎日は。ストレスたまるだろうな。よいしょ。あー、気持ちいいね、風が。
頑張れ、優しい。こんな作業枠を見てくれる人は本当に優しいよ。ファイトって。重いな。こんなの屋根がね、変わる重いわ。これね、崩れるよこんなのね。屋根がガシガシ。あ、こんにちは。あ、大丈夫です。向けてないで。作業の様子。はい。差し入れですか。ありがとうございます。あ、リスナーさんですか。あ、しきちゃん。あ、そうなんですね。ありがとうございます。あ、そこのカバンとこ置いていてもらえたら。ありがとうございます。すいません、何もちょっとそっちまではいけないですけど、はい。すいません、ありがとうございます。そんな地元の人がすごいです。分かったんですね。そうなんです、めっちゃ迷ってて。いや全然見るだけでありがたいです。ありがとうございます。いただきます。あ、いいですよ。映ります。逆に送ってほしいなこれ。はい、あのインスタで載せてもらえたら。もう一枚撮ってもらっていいですか。はい、あ、一緒でもいいですよ。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。来てもらって。はい。おはようございます。石川の復興してます。いや。行きます。動画も送ってほしいな。はい。あ、映ってます？動画行けてます？石川の復興で瓦をね剥がして積んでます。石川の皆さん頑張ってください。新八丁も応援してます。元気になってください。イエーイ、イエーイ。ささやかながら少しでもね協力できたら、ちっちゃなことですけども、よし。重いな瓦がね。はい、送っといてください。なんか LINE か DM で。ありがとうございます。ありがたいね。よいしょ。なんか近所の人か現場の関係の人なんかなと思った。まさかの。よくわかるねこんな。そんな周り映してないのにね。ああ、だ、いらないいらない。りょうたちゃんありがとう。あのギフトオフでやりたいから、ありがとう。あの今度がいいの。今はいらないかもしんない。逆に迷惑。ありがたいけどね。ちょっとあの無料でやってるんで、ちょっとギフトオフできなかったんだよ、間違えて。ありがとうね。いらないよ。今は逆に欲しくない。無料でやりたいから。よっしゃ。ギフトオフね、しくったんだよね。ギフトオフでやりたいよ。何回しくんねんって話。よいしょ。ああ、しくりまくり。いや、なかなかでもこんな経験できんからね。
しいよ。これ腕パンパンなんで。腕パンパン。重いんだよね。よいしょ。これは時間かかりますな。逆にでも一人でできるからいいね。見張られてるとちょっとやりにくい。逆に現場任せてもらえてありがたい。瓦が重い。こんなに重いとね。これはね、地震あると崩れるわけだよ。こんな重すぎるよ屋根。何から守ってんだこの屋根は。瓦で。なんで。何から守ってんのこの瓦は。3匹の子豚って童話もあるよね。レンガの家。石なんだっけ、レンガ木藁みたいな。でレンガが丈夫でいいっていう話だけど、レンガはレンガでね、デメリットあるね。こうやって台風があると崩れちゃうみたいな。はあ、暑っ、汗だくや。携帯の画面が埃、あの土だらけ。こんなに積みました今。バーッと作業してね、こんなに積みました。つむつむレンガ、つむつむ。さあどんどんやっていきます。そんなでもね、何時間もかからんかもな。立てるのが大変なんだけど、バランスが。怖いな、やる。ここまで命かけて体張ってる人いますか、皆さん。しかもボランティアっていうか無料で。まあギャラもらうけど寄付するから無料でお手伝い。よいしょ、熱い。重いわ。危ない危ない、湿気てる屋根が、火が。
怖いよ。ないです。人の役に立つのは素晴らしい。いや、そう思える君が素晴らしいよ。すいませんね、作業枠なんで、あんまり喋りすぎてもなんかサボってる。腰って意外に似合うでしょ、ドカタスが。こんな配信してて、こんなまたこんな作業ね、やると思わなかったね。肉体労働みたいな、ゲーム実況とかはやると思ったけど、こんな肉体労働もう配信歴で言って俺は12、3年だからね。全然タモリさんとかさ、明石家さんまとビートたけしプラスだと思うで、こんな作業するってね、初心忘れるべからず。うん、ギフトいらないよ本当に。ギフトしないでほしい、逆にね。もっとじゃない、あ、もっと誰だろうな、じゃあ誰がいいかな。やってることは狩野英孝とか出川哲朗みたいな感じ。帰ってきた。よいしょ。よいしょ。よいしょ。お疲れ様です。こんな感じでいいっすかね。前も全部取った方がいいですか。オッケーです。進んだら危なくないんで、はいはいはい、お願いします。オッケーです。まあ、なるべくこっちには寄せてます。はい、あとちょっと前の方をめくりましょうか。もうこれ以上めくらなくていいですか、青いと。大丈夫です。なんかレンガ乗ってめくれないんですよ。じゃあここの下までバーってやります。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ぼちぼち休憩してくださいね。いや、もう全部やります。え、大丈夫、休憩なしで大丈夫です。大丈夫です。はい、頑張ります。ありがとうございます。様子見に来てくれたね。おお、よいしょ。よいしょ。うん、あっち。まあでも、あとでもどれくらいかな、そんな時間かからんと思うよ。あと30分ぐらいかな、多分。様子見に来てくれたね。いやでもね、2回やらなくてよかった。昨日やってって言われたとこさ、ここ1階じゃん。2階建ての屋根だからもっと怖いよ。まだここ1階建てでもこんな高いからね、体感では。下から見たらそんな高く見えないけど。水分補給ね、おしっこ行きたくなっちゃうんだよね。でも作業的にめっちゃしんどくない？なんか日線の工場の時もっとしんどかったもん。日線工場の時もう腰痛いよ。もうね、立ち作業だしさ、こう座りながらできるからいいんだよねこれ。何より配信ができるのが最高。何より
うん、これぐらいの作業だったらできます。難しくない。ただ怪我だけしそうなんで、それだけはね、怖いのはね。ありがとう、みんなね、優しいね、頑張って頑張ってってね。エミタルとしきちゃんといる時と大違いのコメント欄で。世界広しって言っても TikTok でこれやってる人いないと思うよ。ここまで体張ってね、ボランティアでさ、しかも合法的にちゃんとこれ作業やらせてもらってありがたいよね。いやマジでこんな出会いないよね、本当に。本当に奇跡。よいしょ。そこのね、手前がちょっと怖いんだよね、落ちるから。上より、作業的に早いのか遅いのかわからんが、素人なんでね、素人なんで。腰痛ね。手前まで行っちゃうしかない。よし。最初の3枚4枚は山になる方にして、で重ねる方はデコの方だね。デコの方で、へっこんでる方でうまく滑り落ちないようになってる、積み方としては。ただ重ねてるだけじゃないですよ、技術がありますこれね。怖いな、ここ手前怖いんだけど、落ちるとこ手前の作業怖いね、一番ここが怖いわ。怖いな、手前の作業。が行った。いや大変だな、この作業毎日やらなあかんの。これを一人でやってやばいね、一日終わっちゃうよな。手前を、あとは手前をやったら終わり。でもちょっと一寸先は崖だから、ここが落ちちゃったらやばいよねっていう。なんか命綱とかあったような、結構怖いよな。縄とかないのどっか縛りつけてね。マジ自己責任だから怪我できないよ。
しょ。あっちちちちち。ちょっと曇ってきたね。怖いよ、ここ見てみ。ここ危ないんだよ、見てみ。伝わるかな、この高さ。伝わんないよね。ちょっと伝わりにくいな。ちょっとわかんないと思うけど、めちゃくちゃ怖いよこれ。外カメだと伝わるかな。これ全部俺がやった。こういう感じで積んでます。あっちもね、あそこも屋根が石川の震災でね、崩壊だけしないでほしい。怖いでしょ。だから手前が一番怖いのよ、作業が。手前の作業が怖い。携帯だと伝わらないけど、安全性ないのはね、危ないそうだから、なんか死にはしないけどな、多分な、死にはしないけど怪我はする。そうバンジーとかしてるから。あと2、30分ぐらいかな。座ってたらね、安全だな。立ってると危ない。座った方がいいね。休憩なしでノンストップで行くよ。使わなくていいね。でも飽きるよね。飽きるし、やりがいあるとかだとちょっとね、同じ作業だから一歩前進とかそういうやりがいはないけど、頭使わないからひたすら。この工場でもそうだけどね、工場の作業も俺はやったことあるけどさ、アイスの実の工場とか、日清の工場とか、あとは何にしたかな。バイトは経験結構、何気ね、みんな知らんかもだけど、何気バイトしてました。まあバイトしたら下でね、なんかいろいろ体も動かしてね、働いたって感じするけどね。まあ運動できるのはいいわな、唯一な。達成感はあんまないけどね、こういう自分のためにはならないからね、別にね。だからこういう配信って自分のためになるよね。自分の地位、名声、富全てのものをそこに置いてきたって感じ。瓦は再利用します。そうなのかな、言ってた。よく覚えてるね。暑い、暑いな。これでもヘルメット意味ないよね、上から落ちてこないから。この上で作業するから。でもなんか作業してますって感じでかっこいい、かっこいい。こんな帽子かぶらないからね。バイトだったらやむな。この一日体験でやるからさ、いいけどね。やっぱりその
仕事になるとやっぱピリピリするからね、遊びじゃないから。久しぶり思い出しちゃう、バイトしてた頃の感覚。働くって大変、本当に。俺はこれ1日しかしないからね、これを毎日やってる人はねすごいと思う。俺はできないよこんな毎日毎日。学校もそうだし、学校も中退やしさ、高校。俺はできないな。でやってる人はすげえなって思う。じゃあこっち側行こうか、公園。ヘルメットはミズヤンプレゼント、そうあげるって言われたけどいらないって言って。やっちゃうか、嵐仕事リスナータップ仕事かわいすぎる。そうだね、ギフトはいらない、タップは無料だから。まあ、そしたらおすすめには乗るね、確かに。ご褒美はね、今日じゃなくていいよ、本当にみんな。あのギフトオフできなかったからさ、あの何にもいらないからね、マジで。バラも何にも。バラないチューとかやりたくないから。そう、だからいらないってだから。バラないチューしないで、ハートミーもいいって。だからこの作業終わった後だったらいいよ、まだ。に投げる人アンチかなって思っちゃうよ。俺の糸を組んでほしいね。タップタップ。いやコメントもしてほしいけど、コメント頑張れ以外も。気をつけてと頑張れ以外も書いてよ。金梅ちんは入院してる。団結すごい。筋肉痛になりそうね。普段こんなことしないからな。いやこれ服借りてよかった。ドロドロなる。服借りてよかった。指挟む。今日だけだね。まあ配信がメインだからね。富士山登るもの別に登山家じゃないから配信がメインだからね。だこういうことするのも配信がメインだからね。配信できないとやってないよ。 YouTuber もそうでしょ、動画撮るからやるわけだからね。これが俺の仕事だからね、配信が。まあこれが本業じゃないからね、もともと。まあしたら利益全くないからね。お金も寄付するから0円だよ、僕の収入は。配信なかったらね、バイトだね。
でも配信だなかったら俺はこういう仕事してたんだろうなって。肉体労働しかできない。なリスナーさんには感謝だね。俺が配信で生きる道をね、生きるのもみんなのおかげだよ。だからやっぱ楽しませたい。だから俺はエンタメにこだわって、閲覧にこだわって、頑張っても頑張ってもやっぱね、炎上だけで数字はねダメだよ。簡単だけどね、誰でも炎上したら数字は取れる、警察呼べば。そこだけは自称クリーン配信者と息は合う、あの意見合うね。その定期いいね、その定期ね。ギフトありがとうございます。いらないってから、ギフトやめて。オフできなかったの、ちょっともう登っちゃって作業するから。いや本当に、あオフにしたかったな。明日ちょうだいよ、明日。今日いらないよ、本当に。今日じゃなくてよくね？なんであえて今日なの？明日でいいじゃん。明日いくらでもらうよ。昨日頑張ったねって。明日でいいですよ。無理くり今日しなくてよくね？よし、あとちょっとだ。これ終わったら終わりだ。あとちょっとだ。あとちょっとだ。よし、スピードアップ。これで俺の作業終わりだ。これやるの？あとちょっと。最後までちょっと気を緩まないように、最後の最後、この最後の最後怪我したりするからね、こういうのって気をつけないとね。重っ。そう、配信許可もらってます。配信しないと俺ただの何のためにやってるのってなるじゃん。落ちそうで怖い。下に。あとちょっと。よし、飛ばしていこう。飛ばしていこう。膝の骨が、あとちょっとです。ラストスパート立ち上がろうとする、君に捧ぐ。さあラストスパートです。あとここを全部やれば終わり。
かな。みんなもっと大変な思いしてた。こんな俺は一日しかやらないけど、痛い思いして寝床もなくて、殻落ちちゃった。一個落ちちゃった殻。ほら、殻落ちちゃった、殻落ちちゃった。あー、全部ありがとうございました。いや、ちょっとでもね、貢献できた。え、ピース、ピースもおかしくないですか。なんとなく不謹慎な。ありがとうございます。おります。あ、これでも写真撮ってもいいか。ちょっとでもバックグラになりますね、一瞬。ちょっとじゃあ、この作業やりましたって感じで。ちょっとこっちから。ちょっと皆さん、ちょっとだけ待ってくださいね。バックグラなんでちょっと止まりますよ。河原写真撮ります。とりあえず、まあ、怪我もしてないからね。迷惑はかからない。なんか差し入れリスナーさん聞いてましたね。なんかびっくりしました。場所わかるんだみたいな。なんか住んでるらしいです、近所に。すごいです、よくわかりましたね。なんかもらいました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ高校すぐ横だしね、わかるのか。あ、わかりますかね。いただきますね。去年まで和島とか、鈴の方の学校行ってたんで、まあ、あの辺はもう、暑い。なんかひどいっていうか、まあ、本当に、いや、久しぶりにこういうのした。今言えば、この近くなんですけど、もう、ノンストップで頑張った。もうなんか顔がなんかちょっと赤いんです。太陽の近い場所で作業してから。ちょっと日焼けしたし。爆弾落とされたみたいな、焼けたところは。いやいや、こちらこそ。あ、ギフトほんま投げんといてな。今日はタップだけでいいですよ。いや、投げらんね。ダメダメダメ。違うって。だから投げんといてなって言って。日焼け止め塗って。うん、明日でいいから。今日はやめてください。しくったんで、お風呂。お風呂のしくったんで。本当のファンなら投げないでください。アンチは投げてもいいけど。今日もビジュいいね。今日はじゃない、今日ももいいね。これ着替えた方がいいのかな。もう着替えたいいっすか。岩の島なんですけど、それが高架に、小学校の高架に出てくる島なんやけど、全部つながって歩いていけるんだって。100メーターぐらい前にあったちょっと忙しいか、早くパッと着替えるわ。みんな海やったよな。迷惑かかっちゃうからね。よいしょ。また何かあったらよろしくお願いします。あっち、お疲れ様でした。お疲れ様です。パッと着替えます。じゃあ、どこだっけ。七尾駅ですね。そう、パトリアまで送っていきます。あ、ほんまですか。ちょっと教えてほしいですね、どれか。早押すな、ルーフィングハラの雨漏りなんで。雨漏り、なんか屋根がちょっと柔らかかったですね。なんか抜けないか怖かったですね。水回ってますもんね。ちょっと柔らかかったですね、なんか気が腐って、うん、よいしょ。こんなとこリスナーさんいるんですね。ん？こんなとこにリスナーさんいるんですね。結構でも声かけられたりとか、福岡とかでも結構知名度あるんで、いい意味でも悪い意味でも。どこ行った？配信ずっとつけっぱなしてるんですか？まあ基本そうですね。これが一応僕の仕事というか夢というか、これでもう墓場まで持ってく気なんで。よいしょ。
つあげますから。あ、ちょっと荷物なんで逆に次また使う人に。よいしょ。よいしょ。結構近いんですか、七尾駅。車で10分20分ぐらいですね。あ、そんなもんですね。歩いてきたから。よいしょ。これどうしたいですかね。あ、乗っけとっていいっすよ。こ、乗っけた方がいいっす、はい、よいしょ。今何時なんだろう。あと3時ぐらいですか。3時ぐらい。よいしょ。財布どこだ。財布財布、あれどこだ。財布だけちょっと、あれ、また財布がない。どこ行ったんだろう。困ってる。あ、そっか、分かった。違うとこ入れたんだ、財布だけは。こっちかな。どこだ。違うチャックのとこ入れたんだよな。どこ行ったんだろう。あ、困った。あったあった。よし、これでいける。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ふぅ、何も忘れてないよね。立花さん、すいません、お願いします。よいしょ。違うとこ入れてた。ああ、あれですね。そう、違うポケットだからわからんかった。タイで財布なくしたりとかしたから。ああ。結構財布だけチェックしてるんですよね。大事っすよ。そう。エアタビーっすよ、エアタビー。結構忘れ物多いんですよ。海外とか行きます？いや、行かないっすね。あ、行かないっすか。あとあれもほら、今全部違ってます。一段で。あの、河原の。あれもやってるそうです。河原のあれもやってるそうです。おります。あ、これでも写真撮ってもいいか。ちょっとでもバックグラになりますね、一瞬。ちょっとじゃあこの作業やりましたって感じで、ちょっとこっちから、ちょっと皆さんちょっとだけ待ってくださいね。バックグラなんでちょっと止まりますよ。河原写真撮ります。ちょっと待って、もっともっと本当は大変だから、簡単な作業だけやらせてもらったから。もっと難しい作業だとどんな作業とかあるんですか。あとは投げたり、瓦を。瓦を投げる。投げてダンプに入れたり。ああ、ダンプに積むみたいな。うん、いい。やってもらって。初めてお手伝い。だからね、配信でこういうのやらせていただくのは難しい。まあ、タイミングですよね。タイミングと出会いで、こういう関係者の方とね、初めてお手伝い。なかなかね、配信でこういうのやらせていただくのは難しい。まあ、タイミングですよね。タイミングと出会いで、こういう関係者の方とね。
ありがとうございます、送ってもらって。いえいえ、助かります。バタバタで申し訳ないですか。いえいえ、仕方ないですね。ちょっと現場を開けるわけにもいかないし。そうですね。ありがとうございます、送ってもらって。いえいえ。マジっすか、うん、順番に。そう、四国の下請けわらが早く来てくれればいいんですけどね。なかなかね、全部復興がこうやって一個一個ね、やってる人がいるんですよ。一人でやってるから余計大変ですね。まあね、協力会社一応いますけどね、全くもうほら、契約の感じも全く別なんで。なるほど。自分で仕事復興しながら現場しなきゃいけないんで。行けばあるんですね。そう。オッケー、すいません。あれ。この辺で降ろしても大丈夫。そうですね。駅はどこら辺なんですか。駅はね、すぐそもうこのドンキホーテの奥。なるほど、オッケーです。ドンキでも昨日行ったんで分かりますね。うん。まあどこでも。あ、そうか、ね、両替した。外でじゃあ待っときますね。ありがとうございます。荷物出して、よいしょ。米駅さんの LINE ね、ちょっと待ってね。よいしょ。ふぅ、でも忘れ物ないか。よいしょ、よいしょ。またおしっこ行きたいな。携帯どこ行った。どこ入れたんだ、分からん携帯。あ、ポケット開いてるか。よいしょ。また携帯がカバン。車の中ないだろ。ん、なんか忘れますか。携帯がない。嘘、あれ大丈夫。マジ僕の痛い入ってるよな。さっきあったの。あれあれ、どこ入ってんだろう。鳴らしましょうか。そうですね。どこ入れたんだ。さっきあったのよ。ここ入ってる。
あった、大丈夫です。です、です。ありがとうございます。違うポケット。先生、ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。これ寄付させていただきます。はい、ありがとうございました。いろいろ経験させてもらって、本当にありがたかったです。助かりました。ちょっとバタバタしてて今日。大丈夫です。全然もう。写真だけしたいと思います。あ、いいっすよ、全然。もうちょっと下にしないですか。あ、そこです。はい。です。ありがとうございます。頑張ってください。お疲れ様です。じゃあ頑張って。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。これじゃあ、寄付させていただきます。じゃあこれにプラス僕、ちょっとマイマネー。これはちょっと、今日の寄付でもらったね、ギャラと、まあ、自分のこれプラスで、まあ、自分の気持ちで寄付させていただきたいと思います。ありがとうございます。じゃあちょっとじゃあ行きましょうか。よいしょ。なんかあの LINE でなんかね、申し込み書とかなんか言ってたんだよね。申し込み書がこれなんだろう。福祉課あれ3階にある和田さんね。オッケーオッケーオッケー。じゃあこれでいきましょう。よし、とりあえず現場へ。よいしょ。あー、おしっこ行きて。とりあえずドンキのある場所へ行きましょうか。ちょっとトイレ行きたいね、先に。トイレ行っか。もう寄付したらエンディングなんでね、我慢しよう。どこだ、あれドンキのビルどこだ。トイレ行ったらちょっと下りそうだから、ちょっと先に行くわ。さあ、フィナーレへ向かって1万5000円ね、少ないですけど寄付しに行きます。どこだ、ここか。トイレ行ったらみんないなくなっちゃうから、ただでさえやっぱね、うん、1.3 しかいないからね、頑張ってもさ。こういうクリーンな企画ってみんな嫌がるんだよ。でもこれで数字取らないと、頑張らないと。炎上とか女芸だけじゃダメなの。結構いい配信してても見ないって選択されてるからね、俺は。悔しいけどね。うん。そう。クリーンなやっちょも面白いとか、感動したとか、誰かの気持ちを動かせるような配信者。それにならないと俺はオワコンになっちゃう。炎上商法だけじゃね。喧嘩とか警察とか呼びたくない。そう、今見てる 1.3 のね、1300人しか見てなくても、これを徐々に増やしていこう。どんな配信でもあれが少なくてもこの 1.3 は感動してもらえると思う、ね、いつもいる4000人8000人とか、あんな数字は取れないけどさ、クリーンな配信だとね。頑張らないと。はい、まあ、この5000円は僕の労働の代価なんで、1万円は僕の気持ちで、はい、今日は変わらずみでね、一応石川県の、ね、復興のお手伝いって形でね、はい、まあ、これもね仕事じゃないからね、あの本当に。ここ何階だ ?3 階って言ってたよね。ここのどこに行けばいいんだ。ちょっともう一回 LINE 見よう。七尾市役所だ。あった。ちょっとこれ先に見とく。3階の福祉課和田様。 OK、 和田様ね。ちゃんと募金しますって証拠で。これなんか書くのかな、和田様。ちょっとじゃあ待ってください。
これなんか書くのかな、和田様。ちょっとじゃあ待ってください。すみません、義援金の、はい、ありがとうございます。はい、1万5000円でも、はい、できますかね、募金。ありがとうございます。すいません、今領収書の方を作成させていただくので、はい、こちらの方ご記入お願いしたいんですが、はい、すみません、こちらの記入をお願いします。趣旨は犬で、こちらお名前の公表など希望される広報からホームページ等でお名前公表してもらう予定なんですけど、はい、じゃあ、はい、希望するで、ご住所は希望しない。金額はどうされますかね。これなんだろう。あ、金額別に、じゃあ希望で、はい。こちらに今日の日付お願いします。令和何年でしたっけ。6年です。4月26日ですね。はい、ギフトは明日でもいいし、今日でもいいし。ギフトを触れなかったね。もうあのはしご登るとこをさ、やっぱアーカイブ残したかったから、もう一回やり直すのはきつかったから、まあ、それでもうオンのままやった。はい、まあ一応瓦積みやってボランティアやって寄付するとこまで一応やりたいって形なんで、もう領収書もらったら帰るんで、今待って、まあ、外で待っときましょうか。そうですね、外で呼んでもらいます。すいません、OK です。すいません、すいません、ちょっとアンチいいことはしてないですけどね。OK、すいません、申し訳ない、迷惑かけます。ありがとうございます。外で待ってます。よいしょ、よし、ここで待ちましょう。祝電来ましたね。本当に嫌だよね、こんないいことしといて本当心ないなと思うな。これさ、クリスマスとか年越しとかでもそういう人いるからね、時期関係なく。だから相当病んでんだろうね、心が。クリスマスなのにとかさ、例えば誕生日なのにみたいな、関係なくこの人なんか迷惑なことしてますとか電話するんだよ。やばいよね。しかも俺がこうやって変わらずみして、しかも自分の利益なんて全く1円もならなくて、逆にマイナスになっててさ、1万円自分のポケットマネーもして、でいろいろの縁があって、こういう合法的に石川県の復興にお手伝いできるって形でめちゃくちゃいい配信してね、それに対してこの人市役所で生配信してます、この人迷惑目的でって、やばくない？心なすね。ここまでだから俺はエンディングまでちゃんと見届けてほしいからね、じゃあこれね、1万5000円ね、ちゃんと配信外でちゃんと寄付しときましたんで、ありがとうございました、じゃあねみんな、じゃいじゃいってやるよりも、ちゃんとここまでちゃんと寄付ね、自分でね今日やってきたこと、そう瓦積み合って汗水垂らして、ちょっとでも石川県にとってね些細なことかもしれないけど、僕の1万円なんて知れてますよ。それでもその気持ちが大事だと思うんでね、それをね、いたずら電話でね、怪我すとか、ほんと最低だと思う。うん。人として最低ですね。どっちが悪か、どっちが迷惑なんでしょう。確かに配信許可もらってないし、俺がやってることは確かに、まあ、良くないかもしれない。でも違うよね。そこに感動あるのかい？人としての心あるのかい？そこを問いたい。確かに、やっていいことがやっていけないけど、やっていけないことかもしれないけど。でも俺は感動を与えたいし、ドラマを見せたい。俺はエンタメ見せたい。ちょっとでもみんなに俺がやったことをちょっとでも感じてもらえたらいいなと思って、全くこの世界に何の役にも立ってないし、ほんと些細な、地球が回っててね、ちょっとの少ししか役に立ってない。地球が今日もぐるぐる回ってるけど何の役にも立ってないけどね、うん、でもね、市役所の人分かってくれた、ちゃんといいことしてるよって。だから配信切れとは言わなかった。ここまで俺は番組でフィナーレに向かって一生懸命、そこを分かってくれたね。だから感動してる俺は。市役所の人は決して一言も言わなかったね、配信切れなんて。ガサツな真似はしてないね。
配信切れとは言わなかった。俺がやったこといいことだ。すいません、ありがとうございます。確認していただいていいですか。はい、大丈夫です。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。失礼します。ちゃんとやりました皆さん。ちょっと住所が載ってんでもうバレバレですけど、領収書ちゃんとね言ってきました。はい、令和6年能登半島、能登半島あ、ミュートになってた。電波ない。え、本当に金バイチなくなったの。確かに配信やってないもん。金バイチン X でなくなったって書いてた。本当に言ってるそれ。唐突すぎじゃないですか。あれ、セルカボどこ行ったんやろ。ちょっとまた行くの嫌だな。棒があるかどうか。あれないな、やっぱ棒がない。ちょっと棒があるか見てくるね、みんな。ちょっと待っといて、ちょっとだけ待っといて。棒ないかないわ、やっぱり嘘ハトでしょう。棒ないわ。七尾駅着いた。電波あるかな。あれ、なんか手振ってる。俺かな。なんか手振ってる。これやっちょって言ってる。おーい、俺なのかな。これどうしたいの、あの距離。すごい遠くで手振ってるけど、バイバイでいいのかな。どうしたらいいかわからへん。やっちょーってなんか言ってるけどね。バイバーイ。すごい遠この距離どうしたいの、これ。バイバーイって、さよなら。行かなくていいのかな。こっちまで来てくれて、俺が行かなあかんのかな、これ。いや、俺が行かなあかんの、わざわざ。なんであんな距離。うん、どうしたらいいか分かんないよね。送ってくれたの何。あの距離でどうしたらいいの俺。金沢まで送ってくれんの。こっちまで来たらまあ絡むけど、俺が行くって違うよね。わざわざ行かなあかんの。 ありがとうございます、リアトツーって。おかしいよね。どうしたらいいの。行かなくていいね。あれでいいのかな。写真ぐらい撮るけど、とりあえず次何時なんだろう。ちょっと調べよう。七尾駅、はい、明日の彼女ですね。いや全然。わざわざ来たならね、声かけてほしいけどね。時間だけ調べないと。かわいい。15時56分だから、あと10分だね。1時間半か。また鈍行だねこれ。特急がないから、まあ、あと10分で行かなあかんから。ゆるキャラだね。もう行っちゃうけどいいのかな。よく分かんなかったから今のリアトツは。コメントしてくれたらねいいんだけど。うん、いいのかな。行っちゃうよ、何にもコメントないから。ありがとうございます、来てもらって。すごいすごい遠いとこ。なんか福岡でもね、なんかあのなんか通り過ぎるリアトツ多いかも。なんだっけ、2番乗り場ですか。ありがとうございます。
金沢。2番乗り場こっちはなんか知らんけど危ないって。エミ太郎がずっとミラーしてる、どういうこと？エミ太郎元気出たみたい、そりゃよかった。俺は東京帰るぜ。石川の復興もお手伝いできたし、何にもできないと思ったけど、なんかできたな。なんかできてよかった。何もできないと思ってたから。なんかできるもんやな。来てみたら。飛び込みで弾丸で来たけど、昨日来て今日帰るみたいな。エミタ話してあげよう。結局俺とかウサマを、見てて喧嘩になったんじゃなかったっけ、レイジと。なんかもう見ないんじゃなかった。これまた1時間半かかります。疲れた。素敵な企画でした。いや、そう言ってもらったら疲れた。エミタやち褒めまくって、あ、そうなの、嬉しい。まあ最後のバイバイは冷えピタとね、あったかいうどんと届けて、何の売名もなく顔も見せず、ただもう置いて、差し入れ置いて帰ったからね。まあまた会いましょう。昨日止めてくれた方はコメントね、ありがとうね。いえいえ、楽しい時間。いえいえ、逆に、あ、やっちゃいないからがっかり。またね、来月もね、どうなるかわかんないけど、また応援してもらえたら嬉しいです。どうしてもやっぱ地元の人の力を借りないとグダグダになっちゃうからね、車ないとね。また大丈夫な限り、今日の企画本当良かった。いや、そう言ってもらえたら本当に、どうなるか分かんない、がむしゃらにやったんでね、みんながちょっとでもね、そう言ってくれるならね、嬉しいよ。会いたい、会えるよ。東京は定期的にイベントしてるからさ、音楽ライブ。今はないけど、またやるよ。路上ライブもやるよ。ありがとう、本当に全ての出会いと縁に感謝します。初心に戻れたよ。調子乗っちゃダメだよね、自分が人気あるとかさ、閲覧とかバトルとかギフトとか過信しちゃダメだ。リスナーさんがいて初めて自分の価値が出るから、自分の力だけじゃないからね。本当に初心忘れず精進して頑張りましょう。調子乗らないように。リスナーさんあっての配信です。俺は感謝するし、みんなのこと愛してる。綺麗事に聞こえるかもだけどね。大嫌い、なんで大嫌い、大嫌い、大嫌い、大好き、あーじゃない、抱いて抱いて抱いて、あー、もう一度好きって聞かせてほしい、あー、ありがとうなんでありがとう。何があった、またこれ怒られるよ、ルイジに何のギフトなのこれはまた赤ちゃんに使ってって言われるよ知らないよ。ありがとうね。何のギフトか分かんないけど、エミ太郎ワッショイってさ、しきちゃん、しきちゃんの言い方、うん、明日はニコニコ超会議にね、行きたいと思います。2日間、またガラッとで内容変わるんで、皆さん置いてかれないように。また明日なんか好感度下がるかもしれないけどね、どうなるか分かんないです。まあ明日はもう、あのコミュ障なりにいろんな人話しかけたいと思います。はい、明日はニコニコ生放送で活動する人たちがね、はい、
まあ加藤純一とか村真子とかいろいろ来るよね。大ちゃんマンと付き合ったユノンちゃんとかもね紹介してくれるから。まあどうなるか。もうやめてよ、もうカエルいらんとかやめて。リスナーさんやめてよ、そういうギフト投げてくれてるのになんでそんなこと言うの。エミタンロンリーガール爆笑だし、ああもういいけどね。もう次来た時にまたあのラップさせないでね、うん、あのみんなもういいって言ってるから面白いけどもういいかな、うん、そろそろ飽きてほしいロンリーガール、うん、だからやめなせていらんとか、そんな言うやつがいらん、やめてください。エミタの枠でもやっちょいらんとかさ、飽きた面白くないって言われるんだから、もうお互い様だって。うちのリスナーさんもそんなこと言わんといて。やっちょいらん、なんでやん、来んなよ。じゃあ今東京さ行くだだよ、どういうこと何それ。ああ、ほら東京さ行くだでラップすんのいや曲変えても一緒やってること、知らんけど。金梅さん亡くなったね、なんか言われてんね。どうなんだろう、ちょっと分かんないっすね。昨日でも病院なんかまた緊急搬送みたいな感じでしょ。ルイジダメとあるとやっちゃだよ、まあ、いつもそうだよ。だからルイジは無理だけど、まあでも俺なりに配慮したよ。福岡行っても俺一日も泊まってないからね。でホテルも泊めさせてないからね、ワンチャンルイージとより戻せるかなって一応キューピッドやったつもりだよ。まあ無理だろうなって思ったけどね、結局喧嘩すんだろうなって。まあ、よかったじゃん、2日間でも本命の人とさ一緒に入れてさ、うん、なんか俺といるよりもルイージの方がなんか本性っていうか本音で語り合ってる気がするよ、やっぱ元旦那だけあってね。やっちゃ何気紳士、まあ紳士というか俺から手は出さないよ、はっきり言って。みんなわかると思うけど、俺からなんかセクハラとか、なんだろう、女性とベタベタとかはないよ。酔っ払ったらわかんないけど、でも自分からはないから。向こうからベタベタはウェルカムって感じ、うん、やっちゃの価値下がる。いや価値ないんだけど、エミタルとしきちゃんが価値があるから、俺に価値なさすぎて病むんだけど、逆にお前たちの俺のブランディング低すぎて、結構頑張ってる割に価値低いよね。もうちょっと俺もね、一人の配信でもねバズらしてほしい。能力あるのにみんな付加価値つけてくれへんみたいな。そこそこ喋れるし能力ある割にみたいな、いい配信してるけどなかなか追いかけてくれへん。普通列車金沢行きです。ただいま車両の行き先の表示器が、不具合のため行き先が出ておりませんが、この列車ハブイクの方面、私は四季が大嫌い。いやいや、君の好き嫌い聞いてないから。少なくとも俺が仲良くしてる人のことディスらんといてくれ。やめなせいだから、見たら需要ないとかそんなこと書くリスナーが需要ないから。ありがとう、ずっと見てくれて。帰ったらマッサージだね、マッサージしたね。そうだそうだって、なんでそのエミタル2号がえなちゃん。でも俺の放送見てくれ、嬉しいわ、うん、シキヤッチョもエミヤッチョも好きよね、そう言ってくれたら嬉しい。止まれないの分かっててキタピを行かせたわけは、いや別に俺は止まらないだけで他の人は別に止まっていいんじゃない。てかどちらかというとルイージじゃなくて、だから新しい人付き合った方がいいんじゃないかと思ってる。だからネットの字似てるっていうのはあのカズキだっけ、まああれはカソ主だけど、その子と付き合えばメンタル持つし、現にやっぱウサマと付き合ってる時はやっぱルイージのこと忘れてたわけじゃん。それがキタピでもザッキーでもいいんだよ。こんな感じ、こんな感じで終わります。バイバイ。今日はもう、ワンチャンツイッチやります。で明日から本枠復活です、皆さん嬉しいね。はい、バイバイ。
夜はツイッチやるんでツイッチのアプリ入れといてください。お家帰ったらツイッチやります。ツイッチも見てね。あとね、最後にお願いがあります。最新動画にハートとコメントとシェアだけしといてください。はい、みんなが大好きな夏ちゃんね、犬の夏ちゃんと犬ダンスしたんで、犬ダンスまだ見てない方ね、本若の方でハートとコメントと X とかでシェアしといてください。それだけミッション与える。あとインスタグラムも未公開写真たくさん載してるんで、ぜひ見てください。バイバイ。また夜やるね。多分東京着いたらやると思います。バイバイ。スイッチも見てね。とりあえず石川の被災地でいろいろ感じて、まあいろいろ俺ができることやったつもりなんで、皆さんもねぜひぜひ、なんかできることあったらね、なんかやったらどうでしょうか。まあ強制じゃないんで、やりたいと思ったらね、心が浄化されると思います。まあ僕は浄化されましたね。なんか初心に戻ったりとか、なんか気持ちかったね。さよなら。帰りは新幹線です。金沢、あ、金沢でリアトツしたい人は1時間半後に着くんで、あの連絡もらえたら一応写真撮ったりとか一目あったりはできますよ。配信外でもインスタか LINE か X で DM もらえたら。エミタロ来てる。エミタロの動画まだまだあるから、エミタロの動画も上げるね。エミタロの動画、エミタロもリポストぐらいしてね。引用リポストかなんか、まだ3つぐらいあるから。バイバイ。チンバイチンね。バイバイ。なかなか終わらない。もういないんか。チンバイ大丈夫、知らない。バイバイ。バイバイ長いね。